旅するウェブデザイナーみきみきです。私についてはこちらをご覧ください。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルサーバーこのハミングの提供でお送りしていきます。リリアンではイラストレーター講座をはじめクリエイティブな働き方を目指すための講座をたくさんご用意しています。気になる方は概要欄からチェックしてください。でリリアンのインスタグラムもフルリニューアルしました。こちらもぜひチェックしてみてください。本日のテーマは売れる、クリックされるサムネイルの作り方最新版というテーマでお送りしていきます。昨年ですね、クリックされるサムネイルの作り方ということでこちらの動画アップしました。今回は最新版のクリックされるサムネイルの作り方のコツについて4ステップに分けてご紹介をしていきます。で今までの YouTube のサムネイルって原色だったりとか文字が大きかったりとかザ・ YouTube っていうイメージあったと思います。これがですね、最近少しずつ変わりつつあっておしゃれなサムネイルっていうのが増えてきました。例えば矢野美希子さんの YouTube チャンネルサムネイルですね、すごくおしゃれです。雑誌の1ページのようなサムネイルであったりとか小島春菜さんのようなこんな可愛い感じのサムネイルだったりとかデザイン性のあるサムネイルっていうのが最近増えてきました。今日はクリックしたくなるようなサムネイルを Adobe イラストレーターを使って一緒にやっていきましょう。本日の目次はこちらになります。まずステップ1、写真選びです。そしてステップ2、情報の整理をしていきます。そしてステップ3、ターゲットを決めてデザインをしていきます。そして4つ目、統一感を出すためのポイントについてご紹介していきます。まずステップ1、写真選びです。でサムネイルを作る際に写真選びっていうのがここですごく大切になります。で皆さんもサムネイルだったりとかバナーを作る際この写真選び結構苦労するポイントだと思います。まず決めていきたいのが人を入れるのか人を入れないかです。で人を入れた方が絶対にクリック率っていうのは上がります。これ AB テストをしても結果として出ているんですね。できたらサムネイルに使う写真は人が入っていた方がベターです。ただ顔出しをしたくないっていう人もいると思います。そういう時はですね、顔出しをしなくてもどうやったらクリックしたくなるかっていうのを考えていきましょう。例えば自分のキャラクターを作ってみるとか、あとはもうクリックしたくなるようなおしゃれな写真を使っていくとか、そこですね、いろいろ考えてみます。で自分の写真を入れない場合、写真素材っていうのちょっと困ったりしますよね。そういう時はこちらの動画で無料の写真素材について6つご紹介しているのでぜひチェックしてみてください。まず写真選びのポイントです。人物が入っている方がクリック率は上がっていきます。あとはですね、暗い写真よりかは明るい写真の方がいいです。ここはですね、写真加工アプリであったりとかフォトショップとかキャンバとかそういったソフトを使って少し調整をしていきましょう。はい、続いてですね、ステップ2になります。情報の整理をしていきましょう。はい、まずですね、載せたい文章を書き出していきましょう。今回はですね、初心者向けイラストレーターで作るサムネイル括弧バナーの作り方、こういったことを入れ込みたいです。まずステップ1で入れたい文章を全部書き出していきましょう。はい、そして次ステップ2です。優先順位を決めていきましょう。先ほど書き出した文章の中で何が一番大切なのか、何が一番伝えたいのか、ここをですね、順位付けしていきます。はい、早速ですね、順位をつけてみました。まず一番伝えたいのがサムネイルです。そして2つ目に伝えたいことが作り方、そして3つ目がイラストレーター。この3つのキーワードは絶対に入れたいワードになります。そして次ステップ3です。キャッチーな言葉を入れていきましょう。今サムネイル、作り方、イラストレーター、この3つのキーワードを挙げたんですけども、さらにもう少しパンチの効いたキーワードっていうのを入れていきたいです。これはキャッチフレーズっていうんですけども、このキャッチフレーズ何かいいものがないかっていうのを考えてみます。今回の内容で考えたキーワード、こちらの2つです。売れるとクリックされる、この2つのキャッチーな言葉を入れていきたいと思います。で例えばですね、擬音なんかもいいです。例えば食べ物であればふわっととかとろっとっていう言葉があるとなんだかちょっと惹かれますよね。ボディメイクであればマシュマロボディとか、そういったキーワードっていうのを何かないか探していきましょう。
はい、ステップ4でサムネイルの文章が決定しました。今回サムネイルに使っていくのはこちらの4つのキーワードとイラストレーターのマーク、こちらを使っていきます。で、最初に書き出した載せたい文章、こぼれた文章っていうのはあると思います。こちらは YouTube のタイトルなんかに使っていくといいと思います。はい、それではですね、ステップ3です。実際にターゲットを決めてデザインをしていきましょう。はい、早速ですね、イラストレーターで作っていきます。コマンド N で新規ドキュメントを開いて Web を選択します。幅と高さが 1280×720 で指定をしていきましょう。はい、これがですね、サムネイルのサイズになります。はい、これで作成をしていきます。そうするとですね、横長のアートボードができました。ここからデザインをスタートしていきます。で、まずデザインをしていく際に写真と文章を配置していきます。ファイル、配置から、はい、今回使う写真っていうのを配置をしていきます。はい、こんな感じでドラッグしてあげると任意のサイズに配置できます。で、埋め込みってすると埋め込むことができます。写真をまず配置します。はい、で、先ほど決めたサムネイルのキーワード、これを入れていきます。はい、売れる、クリックされる、サムネイル作り方、この4つのキーワードを配置していきます。イラストレーターのマークも配置していきます。今回は4つのキーワードとイラストレーターのロゴ、この写真、こちらですね、サムネイルを作っていきます。はい、まずですね、写真の配置をしていきましょうか。もうちょっと大きい方がいいですね。少し写真をシフトをしながら拡大していきます。ちょっとイラストレーターのマークは後ほど配置していこうと思うので、ちょっと場所をずらします。はい、で、次ですね、どのキーワードを大きく表示していくかっていうのを決めていきましょう。今回であればサムネイル、これがですね、一番伝えたいので、ここを一番大きくしていきます。あと作り方もちょっと大きくしていきたいですね。で、売れる、クリックされる、これはなんかサブのキャッチフレーズなので、これはちっちゃくて大丈夫です。はい、こんな感じで最初大体の配置っていうのを決めていきましょう。で、次に決めていくのがフォントです。で、フォントもですね、ゴシックで作成をするのか明朝で作成をするのかでイメージ大きく変わってきます。ちょっと明朝にすると少しカチッとした印象ですね。こんな感じでちょっとカチッとした印象で、逆にゴシックにすると少し可愛い印象になったりとか、またこのフォントを太くするのか細くするのかでも印象って変わってきます。まずこのフォントをゴシックフォントで作るのか明朝フォントで作るのか、ここを決めていきましょう。今回はユーゴシック体というフォントを使っていきたいと思います。で、大きさを調整していって、少しこんな感じで小さくしていきます。で、イラストレーターマークは左下にしようかなと思います。で、写真を小さくした分、左に少し余白というか白が出てきちゃいました。写真との切れ目が少し分かってしまいますよね。こういう時はですね、グラデーションツールをぜひ使ってみましょう。はい、長方形ツールを選択して長方形書いていきます。で、グラデーションっていうのがあるので、これを選択して、はい、塗りが前に来ていることを確認してポンと押すだけです。そうするとデフォルトで白から黒のグラデーションに変わります。その状態でプロパティ右側ですね、見ていくとグラデーションっていうのがあるので、三つ星ボタン、グラデーションポップアップを開くっていうのをしていきます。で、今白から黒のグラデーションになっている状態なので、この黒っていうのをダブルクリックしてあげて白を選択します。はい、で、不透明度 0% にしていきましょう。はい、で、ここポンと押してあげるとポップアップが消えます。選択ツールですね、に戻してあげて、この写真の境目に持ってきてあげます。ここですね、この辺に持ってきてあげて、ちょっと長方形を伸ばしてあげます。はい、で、この状態で、2つ写真と長方形選択した状態で右クリック、重ね順、再配面にするとこの写真とグラデーションが一番下に下がります。そして文字が上に上がってきます。そうするとですね、どうでしょう、写真と白の境目っていうのがなくなりました。ナチュラルな感じで始まります。ここもうちょっと伸ばしてあげると白の範囲が広くなったりするので、まあですね、調整していきましょう。じゃあ次ですね、デザインを進めていきます。売れる、クリックされる、サムネイル作り方ということで、
サムネイルのところ、もうちょっとですね、文字間空けていきましょうか。はい、ここを選択した状態で、ここの文字パネルですね、トラッキング175、あんま広げすぎてもあれなので、ちょっと50ぐらいにしていきたいと思います。はい、サムネイルっていう風にしてあげて、作り方、ここもですね、少し文字間を上げていきます。はい、ゴシックのフォントは少し文字間を空けてあげた方がおしゃれに仕上がります。で、作り方はちょっと小さくしていきましょうか。で、売れる、クリックされるっていうのは結構ポイント的なところなので、長方形ツールとかを引いてあげて、これの上に文字を入れていきたいと思います。で、色をですね、変えていきましょう。濃い感じのピンクとかにしていきます。ほい、で、この状態で上に重ねたいんですけど、オブジェクトが後ろに隠れちゃってるので、右クリック重ね順最前面ってすると前に出てきます。はい、でちょっと強調したい文字っていうのは汁抜き文字にした方が見やすかったりします。なので今黒になっているので、ここですね、白にしてあげます。これも同様にオプションをしながらコピーしてあげます。で、クリックされる、クリックして重ね順を最前面に持ってきます。はい、で、色を揃えたいときはここスポイトツールっていうのがあります。これを持ってきてあげて押してあげると同じ色、同じサイズに変更できます。これすごく簡単なので使ってみてください。ここ長方形をしてあげると、ここに二重丸があるので、これを中に入れ込んであげると、こう角丸っぽくなります。これはね、ぜひ使ってみてください。ちょっとびっくりマーク、クリックされる、ちょっとびっくりマーク、まあ、追加していきます。これもちょっと大きくして、その状態でちょっと、ね、丸くしていきます。これをセットにした状態で2つ選択します。シフトをしながら2つ選択してあげて、コマンド G でグループ化してあげます。クリックされるも、これシフトをしながら2つ選択してコマンド G でグループ化してあげます。はい、で、ここですね、選択した状態でシフトをしながらちょっと大きめにしていきましょうか。これもなんかサイズは全然違くてもいいんですけど、ちょっとこんな感じで大きくしていきます。で、バウンディングボックスを表示した状態で四隅に持ってきてあげると、回転 OK だよというマークが出るので、この状態でくるっと回してあげます。で、クリックされる、これもちょっと変形してあげます。で、こんな感じで、はい、デザイン作っていきます。ちょっとさらにデザインを追加していきたいと思います。長方形ツールとかを長押しすると、直線ツールっていうのが入っていると思います。ちょっと私のは別のとこに入っちゃってて、ここに入ってるんですけど、この直線ツールを選択して、こんな感じで1個棒を書いてあげましょう。スポイトツールでこの赤色を取ってきて、線も同じ色にします。で、線の太さをちょっと太めにしてきます。はい、で、ここ均等ってなっているので、これプルダウンを押してあげて、この正幅プロファイル4っていうのにしてきます。はい、で、するとですね、先っぽが細くなって太くなるっていうのがね、できます。で、これちょっとさらに太くしていくと、これが広がってきます。で、ちょっとこうびっくりマーク系のものですね、入れていきたいと思います。はい、で、これをオプションを押しながら複製して、さらにこんな感じですね、よいしょ、複製していきます。うん、これで OK です。はい、次ですね、このサムネイルっていうのを少し袋文字っぽいおしゃれな感じにしていきたいと思います。はい、まずですね、サムネイルをちょっとオプションしながら複製しておきます。はい、で、上の方ですね、線塗りをなしにしてあげて、線を黒にしていきましょう。はい、1ピクセルで大丈夫です。下の方はこのままで大丈夫です。黒のまんまでちょっと上に持ってきてあげて、これが影になるような感じで作っていきます。はい、こんな感じでやっていきましょう。そうするとどうでしょう、サムネイルっていう文字が立体的になりました。こういう風にね、ちょっとアレンジしてあげてもいいと思います。で、このイラストレーターのマークとかですね、これをちょっとこう場所を移動していきましょうか。この直線ツールとかを使って、この左の端ですね、ここの端とかを合わせてあげると結構綺麗に、ね、仕上がります。この売れるの左端とのサムネイルっていうところですね、こっちで合わせた方がいいか、こっちをちょっとこうね、ステントを合わせてあげて、イラストレーターのロゴも合わせてあげる。はい、
でしてあげると左の頭が揃うので結構ね綺麗に見えます。ちょっと細かいとこなんですけど、こういうとこね揃えてあげるとデザインの印象っていうのは大きく変わってきます。右も揃えてあげます。でちょっと全体的に上に寄ってる感じがするので、このオブジェクトをシフトしながら選択してあげて、少し下に下げていきましょうか。でなんか物足りないなと思った時は、バク線っていうのをつけてあげるのがおすすめです。よく YouTube のサムネイルとかでも使われているんですけども、長方形ツールを選択してあげて、ざっとですね長方形描いてみましょう。でこの色はですね、ここのピンクの色とね、ピンクしていると可愛いのでピンクってしてあげて、塗りをなしにします。はい、で線の太さちょっと太いのでこれを細くしていきます。4ピクセルぐらいにしていきます。これをちょっと真ん中に合わせたいので整列ですね、ここちょっと真ん中で右から2番目垂直方向上に整列ってしてあげると、綺麗にですね中心が合います。でさらにちょっとね縦と横の比率合わせたいなっていう時は、私はですねこの長方形ツール使って、こんな感じですごい地味なんですけど長方形作ってあげて幅っていうのを合わせたりします。でこっちも合わせます。でちょっとですねまたイラストレーターのロゴを少し上に上げてあげます。はい、いかがでしょうか。この枠線を1本追加してあげるだけでデザインに締まりが出ます。ぜひですねこれもやってみてください。またはですね枠線バージョンもいいですし、こういう風に長方形引いてあげるのもいいです。こんな感じで枠線を濃いのを作っちゃう、こんな感じにしてあげて、これオプションしながら複製してあげて、で回転してあげて、でオプションしながら複製してあげる、こういう枠線の作り方もあります。でこれをですねちょっと見てみると、はい、こんな感じになります。この枠があるだけでかなり印象が変わりますよね。インパクトを与えることができるので、なんかちょっと物足りないなって思うときはぜひ使ってみてください。今回はですね、ちょっとコマンド Z で戻って枠線バージョンにしていきたいと思います。最後ですね、少し英字も追加していきます。 How to 英語で How to make thumbnail っていうのを追加しました。これはですね、ちょっとこう手書き風の筆記体っぽい文字にしていきます。アントロベクトーラっていうフォントにしました。で、これをですね、少し小さく入れてあげて、ちょっと斜めにしてあげて、これをちょっと作り方の方にかぶせて入れていきたいと思います。でこんな感じで完成しました。ちょっと英語入れてあげるだけで少しなんかおしゃれな印象に仕上がります。で出来上がったらですね、ファイル書き出しウェブ用に保存です。はい、で JPEG で OK です。で 1280×720 なってること確認して保存します。サムネイルっていう風にして保存しましょう。これでサムネイルが完成しました。でステップ4です。サムネイルを作るコツなんですけども、統一感を出すということです。例えば素材の写真を使ってサムネイルを作る場合、外国の人の写真だったり日本人の写真だったりとか、こうばらつきがあると統一感っていうのは出ません。なので日本人の写真を使うとかで、明るい写真があったり暗い写真があったりとか、そういうばらつきもダメです。できるだけ写真のトーンっていうのは統一した方が、見ている人っていうのは、あ、この人のサムネイルだっていう風に印象をつけることができます。なのでサムネイルを作るポイントは、サムネイルをパッと見た瞬間に、このデザイン、この人の動画だね、この人のサムネイルだねって分かってもらえること、これがすごく大切です。なので写真のトーンだったりとかデザインのパターンっていうのは、あらかじめ何パターンか作っておいて、それをローテーションで使っていく、そういう風にした方がユーザーの方にとってはこの人イコールこのデザインっていう風に印象付けることができます。なので統一感を出すっていうのはすごく大切です。まず始めたてのうちはどれが反応がいいか、明るい色の方がいいのか暗い方がいいのか、それはどんどん作っていきながらユーザーの人の反応を見て、そこから固めていくのでも全然 OK です。で決めたらですね、大体の方向性っていうのは変えずに軸を通す、これねすごく大切なポイントになります。統一感を出すことで自分自身のブランディングにもつながっていきます。ぜひですね、今回の内容を参考にしていただいて、サムネイル作ってみてください。で、作ったサムネイルは、インスタグラムだったり、ツイッターでぜひメンションしてください。見に行きます。
アカウントはこちらになります。でもっとイラストレーターのことを知りたいという方、イラストレーター講座やってるので、ぜひですねそちらも受講してみてください。概要欄にリンク貼っておきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日は売れる、クリックされるサムネイルの作り方ということでお送りしていきました。こちらの動画が参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルサーバーコノハウィングの提供でお送りしていきました。また次の動画でお会いしましょう。